こんにちは、速稼塾の久保です。今ね、ドカベンっていうね、野球のアニメを DVD で一から見てるんですけども、やっとね、ドカベン中学編が終わって高校編が始まろうかという時です。ここでですね、このドラマが作られた時代背景がものすごく色濃く出てるところがあるんですよね。それはですね、当時高校に進むか進まないかっていう選択が中学生の中にあったわけなんですよ。今ほとんどの方が高校進学を目指してます。 99% 以上の方が行くんじゃないかなと思いますけども、この時はですね、高校に行かないという選択も半分ぐらいあったんじゃないかなと思うんですよ。それこそ家業を継いだりとかね、でっち奉公出たりとかっていうのがまだまだあったわけなんですよ。で、主人公の山田太郎くんも実はですね、お金がない超貧乏なんで、大好きな野球をやるために高校に行くんではなくて、もうね、自分の家のね、おじいちゃんを手伝って畳屋をやるって決めてたんですよ。で、畳屋になっちゃうとこのドラマはそこで終わっちゃって、畳屋ドカベンになってたと思うんですけども、いろんな問題があってね、いろんなことをクリアしておじいちゃんの助けもあったり、それからライバルの誘いもあって高校に進むようになるんですよね。で、今回私が言いたいのは、本当に進学できるってすごいことなんだなと思うわけなんですよ。今みたいな時代になって、やっぱりね、いろいろと奨学金の問題とかありますけども、でもやっぱり当時のように高校に行かないのも当たり前みたいなね、そんな時代ではなくって、結構割と今行くのが当たり前になってきたっていうことでね、なんか すごくいいなと、いいなっていうかね、いろいろ思うところがありましたね。で、ちょっとスピンオフなんですけども、友達のね、岩城くんっていうのがいるんですけども、岩城くんの お兄ちゃんっていうのはね、ずいぶん年が離れてるんですけども、大学を出てやっぱね、立派な会社に勤めてるんですよ。まあ実家が会社なんですけどね、お父さんが会社やってそこの役員なんですけども、だからそういうのを見ても本当に一族っていうのがすごく強くって、金持ちの家に生まれたらいろんな選択肢があってね、それこそ幅を利かせるみたいなところがまさに岩城くんにはものすごく反映されていて、しかもお手伝いさんまでいるんですよね、岩城くんにはね。で、私ね、このドカベンっていうドラマなんですけども、山田太郎が主人公というよりも、実はね、この岩城まさみが主人公なんじゃないかなと思ってるんですよ。岩城くんがもういろんなところでね、自分流に自由奔放に生きていく姿、それこそね、実家は金持ちだったんだけど途中で倒産するんですよね。倒産して岩城くんはそれでも野球をやめないんですよ。で、しまいにはね、お父さんがスカウトが来るんですよ。岩城くんをうちのプロ野球にくださいっていうようなスカウトが来るんですよ。で、岩城くんはね、お父さんとの面談に立ち会って、会社を救うためには俺がプロに行った方がいいんだって決めてるんですよね。でもお父さんは断るんですよ。うちの松見、まあ、岩城まさみですよね、うちのまさみをそんな安売りしたくないと、契約金1億2億だろうとそんなものはいらないと、この子の可能性にかけたいんで、今はプロ野球じゃなくてもっともっとね、やらせてあげたいんだってことを言うわけなんですよね。まあそんな感じだったと思うんですけども、詳しくはどうだったのか、これからね、私も薄い記憶をたどりながらドラマを進めてみたいと思うんですよ。まあとにかくいろんなところでね、そのまだ日本っていうのはこれからだったんだなと、貧乏だったんだなっていうところが反映されるドラマで、まあそういうあたりがね、なんかこう昭和40年代男の胸を打つのかなと思います。皆さんドカベンについてどんな思い出をお持ちでしょうか。まあもしかしたらね、この動画を見てる方、見たことがない方とか、そんな時代に生まれてねえよって方がもしかしたらね、多いのかもしれませんね。いやでもね、昔のアニメって本当にね、いや日本がぐんぐんと成長する中で、なんか振り落とされるもの、頑張って這いつくばっているもの、そして夢をつかむもの、様々ですね。いやすごいなと思いましたね。なんか励まされてきましたね、こういった昔のドラマに。55話が3巻セットなんで150話以上あるんで、まだまだ全然なんですけどね。いや末永く楽しめそうです、ドカベン。単なる野球のドラマではなくて、まさに人間ドラマなんじゃないかなっていうふうに感じました。キラキラ光ってすいません。これから高校編が始まります。